手綱を引いてポニーを先導する女の子。もうちょっと引っ張って右側。はい。小さな体で軽快に乗りこなすのは4歳の伊達佳穂ちゃんです。2歳の弟龍馬ちゃんと一緒に日々練習に励んでいます。自分で右と左と誘導しながら今挑戦している段階です。2人に乗馬を教えサポートするのは母親の奈穂さん。10年連続で国体に出場した元馬術選手です。馬との触れ合いで子どもたちに豊かな心を育んでもらおうと、佳穂ちゃんが2歳の時にポニーのハウルをプレゼントしました。ハウルと出会って2年、佳穂ちゃんは抜群のバランス感覚で乗りこなし息もぴったりです。グッチョー、ウマ変わったよ。あ、そうか、ウマもこうだ、服着なきゃダメね。弟の龍馬ちゃんも練習だけでなくハウルの世話や調教も一生懸命しています。この顔が好きっけ、可愛いです。2人はこれまでに馬術大会で数々の賞を受賞。去年11月の競技会では佳穂ちゃんが優勝、龍馬ちゃんが準優勝を果たすなどハウルとのコンビネーションに磨きをかけてきました。この間だけ広い舞台で一人で立ってこういうこともすごくいい経験になってると思います。今月4日、佳穂ちゃんと龍馬ちゃんがやってきたのは熊本ホースショー。高校生に混ざり大会最年少の兄弟が出場します。お部屋もいつもと違いますし、まあ厩舎の中もなので少し緊張はしてるんだろうなっていうのは感じます。緊張したの？背中は痛くない？うん、緊張、大丈夫大丈夫、もう試合始まるから。出場した競技クロスジムカーナは規定ルートの障害物をクリアしてタイムを競います。2人は制限時間120秒以内を目指します。4番三重トレーニングファーム伊達選手、乗馬ハウル。先に登場したのは姉の佳穂ちゃん。次は3の次、次の障害見て、次の障害見なさい。お母さんの声を頼りにハウルを導きます。この間通って2人とも入賞とはなりませんでしたが、制限時間内でのゴールを達成。1回だけやってな、もっと乗りたかった。ハウルお疲れ様。初めての環境でもハウルはあったんですけど、子どもたちを乗せてちゃんとゴール切れてよかったなと思います。目標に向かって頑張れるっていうのと、ハウルと共に一緒にそれが頑張れたらいいかなと思います。ハウルと頑張ります。大会を通じて改めて馬術の大変さ楽しさを知った2人。パートナーのハウルと共に次の目標に向かって歩き始めています。